33対4、ついに明日から日本シリーズが始まります。岡田阪神としては2005年以来の日本シリーズとなるわけですが、このシリーズではロッテに圧倒され、多くのシリーズワースト記録を更新。その合計スコアこそが今なお語り継がれる33対4で、阪神ファンにトラウマを植え付けたんです。そこで一つの疑問が生じました。33対4はいかにして起きてしまったのか。というわけで今回の動画は33対4を解説したいと思います。2005年の両チーム、岡田監督率いる阪神は9月まで中日と熾烈な優勝争いを繰り広げますが、9月7日の名古屋ドームで行われた天王山で勝利し、最終的に10ゲーム差をつけ2年ぶりの優勝を果たしました。一方のバレンタイン監督率いるロッテはレギュラーシーズン2位でプレーオフに駒を進めます。プレーオフとは2004年から導入されたパリーグのみ行われていた制度で、まず2位と3位が3戦戦い、2勝して勝ち上がったチームが1位と激突、5戦行い3勝した方がリーグ優勝となります。ロッテは第1ステージで西武を破り、ソフトバンクとの第2ステージでは2勝2敗で迎えて第5戦、1点ビハインドの8回に1・2塁のチャンスを作ると、里崎捕手がソフトバンクの守護神真原投手から左中間フェンス直撃の逆転タイムリーツーベース、そのリードを守り抜き31年ぶりのリーグ優勝を決めました。岡田監督は当時この試合を生で見に行っていたらしく、あれもな、あれはもうめちゃくちゃ盛り上がってたで、俺見に行ったけど福岡ドームに、それからフェニックス行ったやん、めっちゃくちゃ盛り上がっとったよ、うおーと思ったと回想していました。当時の両チームの戦力を見ていきましょう。まず投手陣、阪神はエース井川、最高勝率の安藤、最多勝下柳を擁する先発陣、リリーフはジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之による球史に残る鉄壁のリレー、 JFK とそれ以外にも SHE と呼ばれる優秀なリリーフがおり、失点数はリーグ最少でした。一方ロッテはエース清水直之、15勝のアンダースロー渡辺俊介など6人の2桁勝利を擁する先発陣、リリーフも薮田康彦、藤田総一、小林正秀による勝利の方程式 YFK を中心に盤石、こちらもリーグ最少の失点数でした。続いて野手陣、阪神は盗塁王の1番赤星、3番シーツ、 MVP の4番金本、打点王の5番今岡の強力クリーンナップ、7番に打てる星矢野を配置し、リーグ1位の得点を叩き出しました。一方のロッテはボビーチルドレンと呼ばれた若い21歳の西岡、22歳の今井を筆頭に1番から9番まで全員が OPS7 割以上、どこからでも点が取れリーグ最多の得点数を記録、一度打ち始めたら止まらないことからチーム名のマリンズと横浜のマシンガン打線にかけてマリンガン打線と呼ばれました。打線の組み方は両者対照的で、岡田監督は打順を完全に固定して戦うのに対し、バレンタイン監督はその日の調子や相性で日替わりで打線を入れ替え、シーズン125通りのオーダーを組み、その変幻自在な起用はボビーマジックと呼ばれました。得失点差は阪神198、ロッテ261、これは2005年以降に優勝した38チームの中で阪神は3位、ロッテは1位です。このシリーズは歴代でも屈指の強さを誇る2チームによる激突となりました。交流戦では阪神2勝、ロッテ3勝1分けとほぼ互角でした。日本シリーズ初戦は10月22日、阪神のシーズン最終戦は10月5日、それから16日間実戦から遠ざかるため、毎年宮崎で若手主体で行われるフェニックスリーグに主力を派遣しました。しかし現地では雨天中止が多かったといい、鳥谷氏は結構雨で中止になったりとかして、そこの調整もうまくいかなかったんですよね。 3,4 試合やる予定だったんですけど、多分 1,2 試合しかできなくて、実戦間隔がかなり空いてしまってと話していました。一方のロッテは10月17日までプレーオフを戦い、中4日で日本シリーズに臨むという強行日程ということもあって、体力が有り余ってる阪神、疲労困憊のロッテということで、前評判は阪神が有利との見方でした。日本シリーズ開幕、ロッテの本拠地千葉マリンスタジアムで行われた日本シリーズ初戦、阪神の先発は井川、ロッテの先発は清水直之。初回阪神の攻撃、1番の赤星選手がいきなり四球で出塁。この年の赤星選手は60個の盗塁を決めており、塁に出たら高確率で走る状態でした。レフトの阪神応援団も走れ走れ赤星の大合唱、1球目を走らず2球目に盗塁を仕掛けるも鳥谷選手がファール、3球目を走らずに鳥谷選手が三振倒れ、シーツがヒットでワンアウト1・2塁のチャンスを作るも金本選手がゲッツーでチェンジ。後に岡田監督は YouTube 中西清輝の虎の穴チャンネルにて、あれは初回やったな、赤星がミーティングで清水直はいつでも走れます言いよったんよ、ああ試合前のミーティング、あのホテルでな、清水が一番走れる言うから、で赤星フォアボールで出たから鳥谷ずっと待ちしよったんよ、でも走らへんかったんや、それがシーツのヒットで1・3塁になって金本のゲッツーで0点で終わってしもったんやな、あれな、赤星あの時走れんかったんや、初戦の先頭フォアボールでな、やっぱ赤星でも走れんのかな思ったな、俺は赤星が直接俺に言うとったからなミーティングでと話していました。その裏にロッテ今井選手が先制ホームラン、5回藤本選手の犠牲フライで同点に
に追いつきますが、その裏に無視一塁の場面で西岡選手に絶妙なプッシュバントを決められ、続く今井選手に勝ち越しタイムリーを浴び、この回一挙3点。その後はロッテ打線が爆発して完全なワンサイドゲームとなり、1対10の7回、試合途中から発生した白い霧により30分の中断後、史上初となるノームによるコールドゲームが成立。この出来事はかつてプロ野球選手による八百長が発覚した黒い霧事件ならぬ白い霧事件と呼ばれました。2試合目、阪神の先発は安藤、ロッテの先発は渡辺俊介。初回2アウト3塁で4番サブロー選手をサードゴロに打ち取り、天地かと思われましたが、今岡選手の送球がワンバウンドし、ファーストのシーズが取れず、思わぬ形で先制を許します。2回にも追加点を許すも、その後はそのままロースコアで推移していました。しかし6回裏に3本のホームランで突き放されると、8回には今井選手のシリーズ記録となる8試合連続ヒットを献上。打線もロッテ先発渡辺俊介投手を全く攻略できず、完封を許し0対10で大敗。前夜に続く2桁失点となりました。試合後、岡田監督は記者の、また JFK を投入できなかったとの問いに、なるかいなこんな展開でと声を荒げ、甲子園に戻ってからやと力を込めました。3試合目、舞台を甲子園に移した第3戦。試合前にテレビの取材に応じた阪神ファンは、ファンディハンデ負ける気せえへん地元やしと強気のコメントを残します。阪神の先発は下柳、ロッテの先発は小林弘之。2回表にベニーの犠牲フライで先制を許すも、その裏同点に追いつきます。4回にワンアウト満塁のピンチを招くと、バッター里崎選手が放った打球はショート真正面、ゲッツーでチェンジかと思いきや一塁塁審はセーフと判定。その間に三塁ランナーが勝ち越しのホームを踏みました。下柳投手はセーフやろと言わんばかりに猛抗議し、阪神ベンチも身を乗り出して文句を言うも抗議には至らず。6回から藤川球児投手がシリーズ初めてマウンドに上がるも、替えまたぎとなった7回に2点を奪われ、変わった佐々木原投手も大炎上、またもや2桁失点となる1対10の大敗。ロッテが日本一に王手をかけました。3試合連続2桁失点はシリーズ史上初です。この手も足も出ない展開に岡田監督も笑みを浮かべて、もう見ての通りや、ここという場面もないしな、でも明日で最後になるか、まだ野球ができるのか、ここまで来たらあとは開き直ってやるしかないやろと話しました。4試合目、もう後がなくなった阪神の先発は杉山、ロッテの先発はセラフィニ。2回に一寸欲のツーランで先制を許し、4回にも追加点を奪われ0対3。ただ阪神も6回に2点を返して、7回からは今シリーズ初めて JFK を投入し、3人とも無失点に抑えました。シリーズ初めて見るまともな試合展開。9回には先頭の片岡選手がフォアボールで出塁、甲子園のボルテージが上がる中、続く矢野星はバントの構えを見せます。しかしサードに小フライを上げてしまい、飛び出した一塁ランナーも帰塁できず、最悪のゲッツー。そして次のバッター藤本選手が三振に倒れ、ロッテの31年ぶりの日本一が決まりました。史上初、シリーズ中一度もリードを奪えなかった阪神は、不名誉なチームワースト記録を大量に更新。赤星打率1割4分3厘、金本打率0割7分7厘、今岡打率1割4分3厘と主力が揃って大不振。敢闘賞に輝いた矢野星が打率4割1分7厘と1人気を吐きました。打線が全く打てなかったことに加え、先発が中盤で捕まり、後に投げた SHE が揃って大炎上。その結果こんな合計スコアが実現してしまったんですね。当時のロッテの勢いは凄まじいものがあったらしく、後に岡田監督は自身が担当する週刊ベースボール内でのコラボ、トラソーヨにてこう語っています。レギュラーシーズンは中日との戦いを制し、ほんま自信満々やったわ、相手はどこでも来いという感じやったし、絶対に日本一になれると信じて疑わなかった。ところがデュアル、パリーグのチャンピオンのロッテ、これがとんでもない勢いを見せた。若い選手の勢いというのかな、今江とか西岡とか、そらむちゃくちゃ打たれたわ。第一戦は霧でコールドになるなど踏んだり蹴ったり、本拠地に戻ってもこの流れは変えることができなかった。結局阪神が4試合で記録した得点は4で、ロッテは33。そら負けるわね。阪神の選手たちも相当悔しかったようで、下柳氏は、俺らは4連敗で負けてしもうて、あんなに悔しいことはなかった、本当にあの時は優勝なんかせんかったらよかったと思ったもん、もうあまりにも悔しすぎて4連敗で赤っ端やんか。一方ロッテ側だった西岡剛氏は、本当に僕らめっちゃ楽しかったんですよ、日本シリーズって全国放送じゃないですか、しかも甲子園でできる、楽しくてしょうがない、もう怖さとかないんですよ、勢いついてる。選手層、総合力だけ見ると断然阪神タイガースの方がレベルが高かった。でも短期決戦でノリとか勢いとかすごく大事と話していました。本シリーズは直後こそネタにはされていったものの、今みたいに引っ張られることもなく人々の記憶から消えていきました。
しかし5年後の2010年ロッテが CS を勝ち上がり日本シリーズで中日と戦うことに。このシリーズを放送していた NHKBS は攻守交代のインターバル時にロッテの直近の日本シリーズの戦いぶりとして2005年の映像を繰り返し流すとネット上では33対4のスレが乱立。トラウマをほじくり返された一人の阪神ファンが叫んだ言葉がなんでや阪神関係ないやろ。以降334は2005年日本シリーズの合計スコアを指すインターネットスラングとして定着。3時34分334円など334が並んだ数字が書き込まれるとなんでや阪神関係ないやろと返すことがお決まりとなりました。やり取りに完熟したものの中には NHK ナハンカムなどと略すケースもあります。さらに33対4は日ハの枠を超えて一般にも浸透。当初は阪神を嘲笑する意味だったのがいつしか阪神ファンが自虐ネタに使用することが増え、21年にはタイガースの親会社阪神電車も自虐ツイート、それに同グループの阪急電鉄も反応するなど現在は一種の文化みたいになっています。2020年の日本シリーズでは巨人がソフトバンクに圧倒されスイープ負け、2戦目を終えた時点での合計スコアが18対3と、もしかしたら334を超えられるのではと期待が高まり、一般のスポーツ紙でも報道されます。4戦目の2回にソフトバンク甲斐捕手のツーランで26対4になるとツイッターではあと7点がトレンド入りしました。ただその後は両者無得点で試合終了。改めて33対4超えがいかに難しいかを知らしめる結果となったんです。当チャンネルではこの26対4を動画にしたことがあるのですが、そのコメント欄にはやっぱり334の美しさにはかなわんわ、334は数学史のネタとして歴史に名を刻んでほしい、また4を再現するのが難しいのに4を叩き出した巨人すごいよマジでというコメントに対して阪神ファンらしき人物がでも33できてないしまだまだ実力不足やなと謎のマウントを取り、いやそう言われてる時点で終わりないよとツッコミを受けるやり取りもありました。巨人の惨敗を当時解説者として見ていた岡田監督はかつてのトラウマを思い出したのか週刊ベースボールのコラムトラソーヨでこう綴っています。日本一になる難しさを俺も経験している。2005年リーグ優勝して自信を持って臨んだ日本シリーズやった。下馬評も阪神有利とされ俺には頂がすぐそこに見えていた。ところが麻薬の展開になる。相手のロッテの勢いは凄まじいものやった。今江というシリーズ男が生まれ、ほんまコテンパンにやられた。千葉で連敗し地元甲子園で立て直そうと挑んだが簡単なことではなかった。全く自分たちの野球にならず、なんと4連敗ショックやったし、毎年日本シリーズの時期になるとどうしても思い出してしまうよね。力の差はない、いや力では上と確信していただけにずっと引きずっている。岡田監督は2005年の日本シリーズ後に来年また挑戦すればいい、日本一という宿題を残したんやからと話してましたが、それ以降は日本シリーズの土俵にすら立てず2008年限りで監督を退任。そして再び阪神の監督に就任した今年、見事チームを18年ぶりのリーグ優勝に導きました。2022年10月15日に岡田監督が就任してから優勝した2023年9月14日までの日にちがなんと334日であることが判明。これにはネット上で阪神どんだけ334という数字に縁があるんだよ、永遠に阪神を掴んで離さない、334マジで草といった声が上がっていました。今回の CS では最終戦から長い空白期間があるということで在阪メディアは2005年日本シリーズの例を多く取り上げ阪神ファンを不安にさせましたが、結局3連勝して日本シリーズ進出を決めました。そして明日日本シリーズが始まります。前回叶わなかった日本一という忘れ物を今年こそは手にしてほしいですね。というわけで今回の動画は以上となります。私も阪神ファンとして当時この日本シリーズを見ていたはずですが記憶がありません。今年こそは記憶に残る戦いをして日本一になってほしいです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネル X のアカウントも概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。